受験生の皆さん、こんにちは。大阪市立大学学長の西澤です。本学は創立から132年を迎えた我が国最初の私立の大学で、現在では日本最大規模の公立大学であり、大阪市内に位置する唯一の総合大学でもあります。前身の大阪商科大学の開学にあたって、当時の大阪市長関一は、都市大阪を背景とした学問の創造を目指す大学として、国立大学のコピーでやってはならんと述べ、この言葉は現在も本学の建学の精神として脈々と引き継がれてきております。2008年には本学理工学部の理論物理学のグループを立ち上げた南部陽一郎名誉教授がノーベル物理学賞を受賞されました。このように本学は真摯の気風あふれる建学の精神のもとに、社会で指導的役割を果たす人材を育成し、国際的にして自由で独創的な研究水準を誇り、都市大阪の市民に親しまれる大学であります。話は変わりますけれども、現在大阪府と大阪市におきまして、大阪府立大学と本学の在り方について検討されており、学内でも大学の改革に向けて検討しております。現在もそれぞれが全国最大規模の公立大学として社会に存在感を示しているところでありますけれども、大阪市立大学はより良い大学になる、そういったチャンスと捉えて取り組んでいるところであります。両大学とも今後の社会が求める優位な人材を育成し、密接な連携とともに、それぞれの伝統あるいは個性を生かしながら切磋琢磨し、大阪関西にとって大きな知的拠点として、その発展に貢献するとともに、アジアの先端を行く大学として大きく飛躍する新たな大学像を示していきたいというふうに考えています。昨年の秋に学生サポートセンターを開設いたしました。学生の皆様に関する事務の一元化を行い、手続きや相談窓口など学生の皆様の利便性を高めたいというふうに考えております。また今年の6月に JR 杉本駅東口から学内へ続く杉本門および南部ストリートを開設いたしました。この南部ストリートは本学の特別栄誉教授である南部陽一郎博士からお名前を頂戴したものであります。杉本門からすぐのところに南部先生の功績を記した名板がございますので、本日チャンスがありましたらぜひ見てください。さらには理系学者新設および建て替えを現在行っております。またこれに並行して人工光合成研究センターの建設もすでに始まっております。天王寺阿倍野に近畿日本鉄道が地上60階の日本最長の駅ビルハルカスを建設中であります。その21階に本学の未来医療を考える先端予防医療センターを開設予定しております。このように本学は未来に向けて着々と前進しております。受験生の皆様には大阪市立大学の学生になって、伝統的に自由な学風の中で予期し、あるいは友人と出会い、そして悔いのない学生生活、研究生活を送ってほしいというふうに思っております。好奇心やチャレンジ精神を持ち、真摯に勉学に取り組む意欲を持つ皆様方を心より歓迎いたしたいと思います。